21世紀夢のゴンドラ旅チャンネル、今日は石川さゆりさんにおいでいただきましてありがとうございます。今日はよろしくお願いします。さゆりさん、自分のやってらっしゃることを自己紹介兼ねてやっていただけますか。あ、はい、石川さゆりと申します。今オンラインカルチャーで、個性学を皆さんにお伝えさせていただいております。で、個性学エヴァンジェリストという資格を持っておりまして、本当に世の中、本当にこの世の中の本当の全ての方に個性学をこう理解してこう広めたいっていうことでやっております。よろしくお願いします。個性学というのは割と私も聞いたのが石川さん通じて聞いたんですけども、はい、石川さんはこの個性学を開発されました人について第一人者として世界にこの個性学を、はい、まあ知っていただこうということで、はい、今頑張っているところです。はい、で、個性学というのは、50年ぐらい前から使われているっていうことを全然知らなかったんですけど、はい、なんか経営者が特に人事課の方が使ってらっしゃるんですね。そうですね、うん、本当に人材配置とか、そうです、人材配置とか育成とか特性を見てね、はい、そうですね、はい、そうすると、まあ、会社としては辞める人が少なかったり、はい、まあ、非常にいい労働者も楽しんで自分の能力を発揮できるということで、きっと大きな成果を上げられるんじゃないかと思いますから、はい、働く人、それから経営者にとっていい学問であり、その個性を知るということなんだろうと思いますが、はい、そういうことで、はい、やってらっしゃるんですね。そうです、うん、もう星野さんの方が説明が上手でありがとうございます。いつもね、私も個性学をこの石川さんから、学んでるんですが、もう自信を持ってそのどういう細かい部分をこう突っ込んでも、もうそつなくきちんと説明をしていただける。だから私は20年から30年は勉強してらっしゃるのかなと思ったら、そうではないようなんですね。はい、それでもうその超ベテランの域に達しているということは、まあ本人の記憶力やそれからそのこの個性学に対するそのつながりをしっかりと見通して、しかも自分で身につけて、そしてみんなにそのどこをどう聞かれても答えられるような勉強と実習をしてらっしゃるんだなっていうことを感じました。ありがとうございます。うん、でこれからこれを、まあ、知っていただくためにどんなところを大事にしながらみんなにその個性学を学んでいただいてますか。そうですね、本当にありのままの自分でいいんだよっていうことが分かるってすごく大切なことだし、自分ということを知ることで、やはり人とのこう人間関係だったりいろんなところが見えてくるし、考えられるようになったり想像ができるようになるっていうことがすごく大切だと思っていて、はい、本当に本人が個性学を学んでどう考えていくか、どう解釈していくかということを一番大事にさせていただいてます。うん、そうすると学んだ人がどんな利益があるか、はい、それを知ることでね、自分を知るという利益もあるんでしょうけど、はい、それでどんな場合にこれが生きて、うん、そしてそのもしかしたら発生するかもしれないトラブルの予防とかそういうことがあるか、なんかこう実例があったら挙げていただいて、何かありますか。はい、ありがとうございます。まあ、例えば私はやっぱり弟が白思考で私が、まあ、大物思考ということで、どうしても弟から伝わることは私はすごい伝わるんですけど、私が言ってることがやっぱ伝わらないような感じがすごく常々あって、はい、でやはりそういった意味でお互いの個性を知ることで、どうしてそういうことが起きたのかっていうのがすごくよく分かるようになって、もっともっとこう家族とのすれ違いが深く理解できるようになったりとか、うん、あとそれから弟の会社でいろいろな方、従業員の方とお話しする時も、その話してる意味がよく分かってきたというか、そうすることでやはり上司と部下のこうコミュニケーションが良くなったりとか、
それからそうですね、本当に相互理解ができるようになって、もっとこうスムーズに仕事がこうできるようになったりっていうところがやっぱり素晴らしいなって改めてもう実践で生かして、うん、経験してるので、はい、そういうところが素晴らしいなって思うところです。ほら兄弟だとか血のつながりが濃いと、はい、考え方や、うんうんうん、そういうことがかなり同じもんだと理解しやすいんですが、はい、実際にはそうではないということが大いにあるんですか？そうですね、ありますね。あとやっぱり家族であればあるほど言葉を喋らなくても分かってもらえるだろうという期待もありますし、うん、あとまあ個性学で分かるんですけど、この生きてるスピードの違いとかもあったりするんですよ。スピードですか？はい、私はとてももう即断即決即行動で、うん、もう思ったことをすぐこう行動に表すんですけれども、うん、例えば弟はもう真逆で、うん、本当にじっくりじっくり考えて納得しないと決断をしないっていうところで、やっぱりすごいそのタイミングの時差とかもあったりしたんですよね。でそういうことが分かることで、私娘ともそうだったんですよ。娘もすごく自分のペースを大事にして、うん、やっぱりこう考えてから考えてからやろうとする前にやらないのみたいなことを言ってしまったりとか、うんうんうん、すごく私は聞いてあげてるつもりなのに全然聞いてもらってなかったっていう、このすごい誤解があったり誤差があったりっていうのが、はい、あって、それを気づけたのはすごく大きなことだったなって思います。確かに人間のそのやることっていうのは、はい、私がこう考えてることっていうのは相手も同じように考えてるというふうにこう、はい、考えがちですけど、そうじゃなくて、はい、その個性を知ることで相手がこういう行動はこういう個性から発生しているんだっていう見方ですか？はい、そうですね、うん、それで、はい、まあ自分も知って、はい、自分の個性を知って相手の個性を知ると、そこにもしかしたら発生するような摩擦も避けられるようなことがあるってことですね。そうですね、摩擦も避けられますし、こうなんだろう、うん、すごくそこを心にこう痛く思ってたところを、うん、あ、そうなんだって理解することで諦める、明らかに認めて諦めることもできる、うん、あ、なるほどね、そこが素晴らしいなって。相手を責めるんじゃなくて、はい、相手をこう理解する、うん、はい、そういういわばその言葉のコミュニケーションの以前にその個性としてのコミュニケーションがあるわけですね。そうですね、受け入れて認められるってことができるってすごいことだなと思いますね。まあ普通でもよくその相手の気持ちを理解するとか、はい、あるいは相手の置かれた立場をとかいうことを言いますけども、はい、それだけではなくて個性から発生するいろいろなその物事、それから行動、はい、そういうパターンをこの今言われる即決即断という形からまたゆっくりと考えて、これはこういうことでこうだああだっていうことを考えながら決めていくとかなりのスピードがありますよね、はい、違いが ね、 そ、 ね、本当にそのギャップを埋めて、はい、そして相手を理解するようなこともできるようになるっていうことですね、はいはい、まあ人間にとって大切なコミュニケーションの原点をこう知るような感じですかね、うん、はい、そうですね、すごいやっぱり星野さんやっぱり人生経験をなんかすごく個性学を自分ではなんか今逆になんかすごいなんかしみじみで教わった感じがします。いやいや、はい、私はただ生きてきただけで年数だけはあれなんですけど何も詰まってないんですが、いやいや、まあそういう意味ではどこも詰まってないところはいいところなんだろうけどね詰まっちゃうと大変だから、ね、うんうん、だけどまあそういうことで今この年になって個性学を勉強 していくとなるほどと思うようなこともありますし、はい、そういうことでこれからもう少し深く勉強させていただこうと思ってます。ありがとうございます。そういう意味では個性学を開発した人にまず一番についてそれを開発してそれを開発した人の心をこの世界に広げようというこの意気込みを、はい、まあ、これからも続けて頑張っていただきたいなと思いますね、はい、ありがとうございます、はい、あと個性学でなんかみんなにもうちょっと知っておいてもらいたいようなことありますか？もうなんか本当に今十分星野さんがいろいろ言ってくださってお話ができたので、うん、はい、もう大丈夫です。旅の話とか大丈夫ですか？旅の話もしてもらいたいんですけど、はい、そういう旅なんかで、もう摩擦が起こることは多分同僚だったあるようなことをこう若い時に経験してますが、はい、のんびり型とスピードがあってパッパッとやる人は
イライラしてる、そういう時の、立場で個性学の、うん、勉強した形でいくと、そういう時はどんな態度でそこの場を収めるのがいいんですか？そうですね、これ状況判断型とそれから計画重視型がやっぱりあるんですよ、うん、だから計画通りにいかないとこう気が済まない人と、うん、私なんかはもう状況判断、その場その場の状況をこう楽しめるっていうのもあったりするので、うん、そういうのがどっちなのかっていうのを分かることで、うん、意外とこう摩擦が防げるっていうのはあるかなと思いますよね、うん、理解、お互いを理解することで、旅っていうのは天候も大事ですけども、ね、天候は考え方でまあ、受け入れられるわけですが、この人間のコミュニケーションがうまくいかないと、そこで起こることで旅全体を壊すことがあるんですよね。なるほど、そうですね、うん、だから旅においてはそういう摩擦が起こらないで最後まで行ける旅と、なんか摩擦が起こって最後までしっくりいかないその旅っていうのが多くの人数の中ではありますね。なるほど。ですからその旅っていうものは本当にいい形でできるためには、そういうその摩擦がない、そういうお互いの立場を尊重できるような心分けでいくと本当にいい旅ができるんですよ。そういう旅をした時、ああいい人とのつながりでいい旅ができたなっていう、その後勝ちもいいんですよね。はい、そうね。だからまあ個性学も旅にも生きるなと思っております。はい、はい、ありがとうございます。尾瀬なんかもし機会があったら、はい、尾瀬片品村、はい、行ってほしいんですよね。行ってみたい。まあ行ってそこの良さをみんなにこうまた個性学の話のどっかにこう散りばめて話していただけると、はい、より多くの人が旅に出てくれるんじゃないかなと思っております。はい、今日は旅といえば旅ですが、個性学を通じた旅の一面をちょっと喋らせてもらいました。はい、ありがとうございます。本当に今日はお忙しいところありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。旅は本当にいいものです。皆さん、この旅は人生の糧、あるいは旅は恋人とも言えるんじゃないかと思います。いい恋人、いい糧を作りましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。村住民の将来と、それから観光客が来て楽しめる場所になると思います。もう一つの夢は、完璧な人生をですね、豊かにする最高の選択ではないでしょうかね。星野さんがステージを終わられてやってらっしゃいました。私はこの2つの夢が実現することを期待して、そして今宣伝させていただきます。片品村の宣伝をしていただきまして、原田大二郎ということでございます。どうもおめでとうございます。おめでとうございます。